さあ、いよいよだ。行くよ。どうした？元気がないな。もしかして、さっきの兜の言葉を気にしているのかい？そんなことはねえけどさ。ナルト、試しもしないで諦めるのはなしだよ。え？今のサスケがどうなっているのか、それはまだ想像の段階だろ。実際に会って実際に話してみないことにはどんな道も開けやしない。今は行動あるのみだ。ああ、よし、それじゃ行くぞ。はい。ここにあいつがいる。待ってろよ、サスケ。よくここまで来ましたね。てめえ、てめえ、なんで俺たちを裏切った？理由はもう分かっているんでしょう。ああ、大体はね。君は、いや君の主はオロチマルと結託し、第二のコノハ崩しを起こそうとしている。そしてコノハ崩しがなされた後は新しいコノハを築こうと考えている。そうだろ？そこまで分かっているのなら話は早いですね。その通りです。僕たちは今のコノハを潰す。そして僕はオロチマルとのパイプ役としてここにいる。何？ナルト君、さすがの君も分かってると思うけど、今の僕はオロチマルの部下だよ。サイ、あなた、オロチマルの命令は君たちをここから先に行かせないこと。この先にはサスケ君がいるからね。この先にサスケ君が。悪いけど話はここまでだよ。僕は君たちを消す。ナルト、ここは俺にやらせてくれ。待て、こっちは3人いるんだ。焦らなくても。サスケへの道は自分で切り開きたいんだってばよ。
ナルト、ここで負けるようならサスケに会う資格がねえってことだ。ここで負けるようなら俺の思いはそこまでだったってことだ。けど俺たちのつながりはそんなやわなもんじゃねえってことをこいつに教えてやるんだってばよ。ヤマト隊長。まったく、そんなに悠長に待ってやれないよ。負けると思ったらすぐに割り込ませてもらう。ああ。なぜだ？力が入らない。渦巻きナルト。その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。まさか感情のないこの僕が迷っているというのか。俺とサスケの道は誰にも邪魔することはできねえってばよ。なぜ君はそこまでサスケ君を。あいつは俺を認めてくれた大切な存在だから。僕は君たちがここに来る前にサスケ君と会った。え？でも彼は君たちのことは何とも思ってないと言っていた。君はサスケ君のことを兄弟のように思っているとさくらさんから聞いたけど、それなのに彼は。あいつが何と言おうと、あいつは俺の友達だから。やっとできたつながりだから、俺はそれを守りたい。それだけだってばよ。つながり。
さくらちゃん、ヤマト隊長、サスケが待ってる。急ごうぜ。ナルト。さ、行くよ、さくら。はい。この先にあいつが。